中年オタッキーです。先日はねライブ参加ありがとうございました。結構ねバイクの話が盛り上がっちゃって、まあ、バイクチャンネルもね解説しなきゃいけないなと思ってるんですよね。実はねカメラよりもよりバイクがオタクなんですよね。バイクオタクというか、ほとんどのバイクはねもうネジ1本まで分解して組み立てる技術を一応持ってます、まあ、そんなことして何になるんだって話ですけどね。いやで、まあ、時間はないんでね、あの今自分の持ってるバイクもね動かなくなってるんですよ。動かなくなってるというかブレーキが引きずっちゃって、ブレーキをオーバーホールしなきゃいけないんですけど時間がなくて困ってます。まあそんな話はどうでもいいんですけど、今日はねこのカメラで写真撮ってきました。よいしょ。キャノンの AF35ML っていうのかな。通称っていうか俗称というか、はオートボーイスーパーって言われてるらしいです。これのね、写真を撮ってきました。これで写真を撮ってきましたんで作例を交えながら、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、このね、キャノンオートボーイスーパーですね、 AF35ML なんですけどもね、以前からね何度もね、入手はしておったんですけども、1回目入手した時はもう電池室が液漏れしてて、もうあの基板までどうしようもない状態になってて、2回目のやつはね、ちょっと前のね、ジャンクカメラの開封動画で入手したんですけどもね、その時はもう基板とかそんなのはもうどこが壊れてるかわかんないんですよ。もう完全に綺麗な状態で電源が入らないという。まあ内部のね、チップか何かが故障してて電源が入らないんでしょうけどね。まあ電子カメラあるあるなんですけどね。古いカメラになりますんで、もう壊れて当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。で、今回このカメラはね、もう僕の動画をねよく見てくれてる方はお名前ご存知上げてる方もいると思うんですけど、ヤフーコング、別名桃色山梨様より提供いただきました。本当にありがとうございます。このカメラ非常に欲しかったんでね、本当にねちゃんと動く、オートボーイスーパーをね提供していただきました。本当に助かりました。でね、このカメラのデータなんですけども、キャノンミュージアムの方に、しっかり残っています。キャノンのね古いカメラ紹介するのこれ楽なんですよね。発売年月が1981年、昭和56年の7月、発売当時の価格がね、47,800円になるのかな。でクォーツデート付きが5000円高ということで、ケースが2000円ということですね。CCD、電荷結合素子ラインセンサーを使用した三角測量方式によるオートフォーカス 35mm 全自動カメラ、通称オートボーイスーパーといい、その名に相応し大口径の 40mmF1.9 5群5枚構成レンズを装着、シャッターは自社製の電磁駆動電子制御によるプログラム式を採用していた。ファインダーはブライトフレーム付きパララックス自動補正付き逆ガレ様式で、 LED 点灯による画像表示のほか近中長距離等のゾーンフォーカスマーク等が情報表示機能として加わっていた。スローシャッターも秒時で、スローシャッター秒時での手ぶれ警告、電子セルフタイマー作動、フィルムの撮影終了を告げるお知らせ機能は音色の違いによる電子音放置式であった。AF35ML クォーツデート、クォーツデートが5000円だかということですね。まあ、後ろの蓋が変わってるだけなんですけどね。主な仕様としては、電磁駆動電子制御プログラム式 EV4、シャッタースピード4分の1秒 F1.9 から EV17、400分の1秒 F18、セルフタイマー内蔵電子制御式、ということですね。E機構は SPC 素子使用、完全自動プログラム式、速攻電動範囲 EV4 から17、フィルム感度領域 IS25 から400で、内蔵スピードライト、フラッシュですね、ガイドナンバー11、手動ポップアップ式、電源が 1.5V の単三電池2本、
ということですね。フィルム吸送は自動ということなんですけども、このカメラなんですけども、まず特徴的なのがレンズですね。この40mmF1.9 というね、非常に明るいレンズを搭載しています。で、まあプログラム式なんでね、絞りを開放で撮って背景ボケを作るとかね、もうそういうのはね、任意には全くできないんですね。もういわゆるバカチョンカメラ、バカチョンカメラってね、差別用語じゃないっていうね、説もあります。バケーションをね、バカチョンって呼んで、その読みでバカチョンカメラっていう、まあ多分違うと思いますけど、で電源ボタンはね、この背面にございます。このね、ちょっぴり回しにくいやつをね、オンに、回しにくい、本当に回しにくいですよ。オンにしてあげます。もう早速警告音が出てますけどね。まあスローシャッターになるぞーということですね。で、よいしょ。この後ろに、フラッシュオンっていうね、スイッチがありますが、これをね、入れるとポップアップしてチャージが始まりますね。で、チャージ済みのランプはないのかな、それともつかなくなっている可能性もありますけど、まあ、こんな感じで光ります。これね、なぜポップアップするのかっていうことなんですけどね。ピッカリコニカもまあポップアップするんですけど、基本的にそのレンズからこのフラッシュの光点が近ければ近いほどね、赤目が発生します。赤目って言ってね、まあ今の人ってわかんないんですけど、まあ昔はね、そのコンパクトカメラでその外付けフラッシュとか、フラッシュって言ってもね、一発で、ダメになる、あれマグネシウムが焼けて光るやつですね。あれフラッシュキューブって言ってたから、名前はちょっと忘れちゃいましたけど、それを使って撮ったらね、全員の目が真っ赤に映ってたりするんですね。これが気持ち悪い、非常に気持ち悪いんですね。僕ね、中学の修学旅行の時にね、コダックのワンテンのカメラにそのフラッシュキューブを使ってね、友達の写真を撮ったら全員目が真っ赤に光って気持ち悪いって言ってね、みんなに散々言われたんですけどね、こう妖怪みたいだとか言ってね。で、このね、フラッシュを上げると、そうするとね、そのレンズからもちょっとだけね、距離が離れると、これ離れれば離れるほど赤目が出ないというね、ことになっているようです。そのなんで目が赤く光るのか僕にはちょっとわからないですよ。まあ多分網膜の中に光が入って、それがレンズに入って、それが赤く光るのかなと思うんですけどもね。まあポップアップ式、ということですね。でね、フィルムの蓋を開けるとまあこんな感じ。まあ、フィルム吸送は完全に自動でね、もう装填はね、こちらにパトローネを入れて、こちらにフィルムを伸ばしても蓋を閉めるだけです。それでね、何枚か撮ったらフィルムカウンターが1になって、フィルムカウンター1になったら撮影開始ということですね。ワインダー内蔵で、ワインダーは連続で1秒1枚ということですね。一応連写が可能ということになりますね。で、ここからはで、ピピ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 じゃねえよで、ここからはね、このカメラで撮影したね、死者の、なんだっけ、作例になってまいりますけども、今回ね、撮影に使ったフィルムがね、アグファ APX400 な、これもね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいたものになります。本当にありがとうございます。これ今回もらったカメラで、もらったフィルムで作りましたんで、経費が本当にかかっております。今収入が激減してますんで、本当助かります。ありがとうございます。ではね、ここからね、作例紹介の方になってまいります。はい、作例なんですけどね、今回はちょっとたっぷり時間を取っておりますよ。たっぷり時間を取っておるっつっても、まあスキャンにたっぷり時間を取る日は実はありませんで、相変わらずちょっとゴミが乗った写真とかあるんですけどね、申し訳ないですけど、まあ写りはね、もう見ていただければわかると思う。これね、ゴーストとかフレアが、これね、非常にね、綺麗なゴーストフレアが出ますね、このレンズね。
で、解像度はもうご覧の通りです。5分5枚で、まあ、400のフィルムで撮ったんでね、結構ね、絞り込んで撮れてると思うんで、解像度は本当にいいですね。このフィルム、まあ、アグファ APX400、で撮影しておるんですけども、まあ、流畳感も程よく、レンズの解像度も相まって。で、室内はね、これ400で撮ったってこともあって、フラッシュをこれ使っておりません。これもね、ちょっと、いい感じのね、光が、雲の間から出たんで撮ったんですけども、富士山の写真もそうですけどね、遠景もね、素晴らしい、描写になっておりますね。全体的にですね、強い光がレンズに入ってもそんなに崩れませんしね、これもそうですけどね、これなかなかね、印象的なフレアが出ていますよね。強い光食らってもこのようにコントラスト崩れもなく綺麗に映っております。このレンズなかなかいいと思います。解像度も高いですね。もう本当にものすごく解像度高いですよね。まあ、5分5枚構成ということでレンズの枚数が少ないこともありまして、副油価格帯のレンズっていうのは基本的にね、その解像度が落ちるもんなんですけども、枚数が少ないということで、解像度が高いのかなと思います。で、最後の2枚はね、これ1枚目がフラッシュなしで暗い室内で撮影で、もう一枚はね、フラッシュ焚いて撮影なんですけれども、フラッシュの制御はちょっと今一つなのかな。かなり露出オーバーに被写体が映っておりますね。はい、こんな感じなんですけどもね。まあ、アグファ APX400、あんまり使わないフィルムではあるんですけどもね、現像時間も普通に、富士のね、ネオパンプレストのね、時間で現像してね、普通に現像できました。非常にね、いいフィルムだと思います。で、このカメラね、まあ、映りもいい、簡単。で、まあ、コンパクトとまでは呼べないかな。大きさ的にはね、ちょっと、これはトリップですけど、まあ、トリップよりほんのり大きいのかなって感じですね。ただまあ映りはとても良いです。で、オートフォーカスでね、簡単なんで、オートフォーカスはね、真ん中にね、オートフォーカスの、領域のマークがあって、それに合わせてから構図を変えるっていう必要があります。そうしないとね、中抜けとかしてピンボケが発生することにはなりますが、まあオートフォーカスね、簡単ですし、まあ全自動ということで、バシバシ撮るのにいいと思いますね。僕の先輩がね、全くこれと同じカメラね、写真部で使ってました。もうこのカメラだけで十分だって言って、一眼レフなんかいらねえやって言って、簡単だし失敗ねえしいいじゃんとか言ってね、バンバン撮れるし、よくね、撮ってたのを覚えてます。本当にね、実際にね、失敗がないんですね。もう露出外しはなかったですね。手ぶれの写真が何枚かはありましたけど、スローシャッターになった時にね、まあありましたけど、いいカメラだと思います。ただ問題はその故障が多いということなんですね。まあ古いからしょうがないといえばしょうがないですけどね。1981年でしたっけ？ということはもう、40年になるのか。もう40年になるんだ。40年前のね、電子カメラということで、壊れてない方が不思議ですよね。で、入手したいっていう方なんですけどもね、ちょっとさっきヤフーオークションを見たんですけども、まあ、まともなものは6、7千円で取引されてるようですね。まあまあの値段しますが、まあ、デジタル一眼持ってて、そのデジタル一眼の撮影機構にフィルムをちょっと撮りたいっていう人、まあ、以前もこんな紹介しましたけどね、オリンパスのね、MIU135 だったかな、紹介した時にこんな話しましたけど、まさしくそんな感じの仕様にいいと思います。で、家族旅行とかでね、カラーネガを入れてね、バンバン撮る人にはもう本当に最高ですね。パララックスもね、自動補正がついておりますし、あんまり首ちょんぱとかね、アプタズニとかはなりにくい。まあまあ、ちょっと構図には余裕を持たせた方がいいですけどね。まあ言うたらレンジファインダーカメラの類のものになりますんで、構図はちょっと難しいものがありますけども、基本的にはいい写り、いいカメラだと思います。カラーでも一度ちょっと試してみたいと思いますが、カラーフィルムのね、在庫がちょっと厳しくなってきてるんで、まあちょっと限られてくるかなっていうところもありますが、なかなかいいカメラだと思いますね。本当にね、ヤフコング、別名桃色山です。ありがとうございます。本当にね、本当欲しかったんでね、テストできてもう本当に良かったです。はい。今日の、カメラ紹介ですね。はこんな感じになります。ここからはね、視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは、のりかずさんかな。お疲れ様です。1月4日お正月の京都駅を撮影してきました。京都タワービルのエモい写真を撮ろうと京都駅を歩き回ってやっと気に入ったアングル見つけました。帰りに中央改札があまりにもガラガラで帰省らしさえ今年はないんだなぁと寂しくなりながらチャッターをしましたということですね。1枚目がドヤエモいやろ、ドヤエモいやろ大阪弁でお願いしますってことですけど、まあ僕一応関西弁喋ることが喋るんですけど、2枚目がいつかまたいい日旅立ち、いい日に旅立ちですね。機材はどちらも同じでカメラニコマート FTN、 レンズズームニッコルオート 4386F3.5、ということですね。4386の描写はね、視覚的に甘いんですけども、これなかなかの写りになっておりますね。通りもね、正月ということでちょっと閑散としてる、まあコロナっていうのもあるんでしょうけどね。で、2枚目なんですけど、2枚目の写真非常にいいですね。これね、まあ、こういう場面で光が差し込んできてるね、ロビー、駅のロビーですけどもね、非常にいい写りになっておりますし、まあ露出的にもね、いいんだと思いますね。非常に雰囲気のある写真になっております。はい、のりかずさんありがとうございます。次がね、ダムを去るモン吉さんですね。から2枚、中年おたけさんもお仕事お疲れ様です。年始早々、ジャンク棚から550円で救い出したミノルタユニオマット3で写真を撮ってまいりました。1枚目2枚とも共通でタイトルは時、使用機材ミノルタユニオマット3にフィルムはイルフォード XP2 を使用。たまたま用事があって行った市役所の向かいにある公園での撮影。1枚目は太陽光発電の時計、2枚目は日時計なるほど。ユニオマットは露出計にかなりズレがあったので、スマホの露出計アプリを EVG を測りながら撮影しておりますということで2枚なんですけども、これね、XP2 って言葉は、C41 現像のモノクロになりますね。これちょっとね、柔らかいっていうかね、若干セピア調にも映るということで、これすごい雰囲気のある、写真になっておりますね。2枚目もそうですけどもね、通常のモノクロフィルムと違ってセピア調になるし、若干柔らかい表現にもなってね、これ2枚ともね、非常に柔らかい表現で、いい写りになっております。ミノルタのレンズということで、ミノルタレンズ色がすごく出ますから、ユニオマット本当によく色が出るんですよね。で、まあそういうのもあって、で、まあまあそういうそのセピアがより強まったのかもしれないんですけども、僕はユニオマット2持ってますけどね、テッサータイプかな、あのレンズは非常にね、構成がシンプルな構成なんですけど、写りも良くなっております。まあミノルタのね、レンズの写りということで素晴らしい写りになっておりますね。1枚目も好きですね。これ1枚目いいな。なかなかだと思いますね。ダムをサルさんありがとうございます。次がね、ヤマタクさんから2枚ですね。ご無沙汰してます、ヤマタクです。ようやく現像に出せましたので投稿します。タイトル、マリーナの夕暮れ。どちらもマリーナの夕暮れ。2枚組の写真になりますね。カメラ、リコー XR500。レンズ、リケノン 50mmF1.2 の L の方ですね。富岡高校のレンズですね。フィルムがコダックカラープラス200になっております。で、作品なんですけども、なかなかだぞ、これ素晴らしい。まあ、リケノンの富岡のね、レンズ、もちろん解像度も素晴らしいし、発色も良いんですけどもね、これね、カラーネガのね、そのラチチュードの広さを生かしてね、これ船が完全に潰れてないんですね。ここがなかなかいいですね。で、2枚目はさらに良くなりまして、これいいボケ出てますね、この写真ね。タイトル画面決定というか山田さんのこの2枚目タイトル画面に、次回から、使用していきます。ありがとうございます。はい、次がね、小寺さんの、作品2枚。中年オタッキー様、 YouTube 楽しく拝見しております。大学生の時の1976年晴海で撮影した写真2枚を投稿します。カメラ、アサヒペンタックス SP、レンズ 55mmF2、多分ですね、フィルムコダカラー X もう昔のやつですね。ネガフィルムを EM1MK2 で接写し反転デュープしました。アルバムにある当時の写真に揃えたつもりです。1枚目題名、日本の名車、2枚目が R382 ということですね。
銀塩長持ちしますねということです。あ、撮影日間違えてました。1967年ってことです。67年ですね。あ、僕が生まれる前の年だ。で、作品なんですけどね、もうこれたまらんですね。車好きにはたまらん。トヨタ 2000GT。でね、ネガーがね、ちょっとだいぶ、退職してるんですけども、それが逆にこれ雰囲気良くしてないですか。これは貴重な作品。で、2枚目がまた超貴重でね、日産 R38 の展示車。これね、ミニカー持ってましたよ。日本グランプリレース2連覇って書いてありますけどね。これは素晴らしいですね。でね、今回はちょっと初の試みで、ダブルタイトル画面ということで、トヨタ 2000GT、これ1枚目の写真をね、タイトル画面、タイトル画面をね、2枚重ねて作っちゃおうかなって今思ってます。うまいこといいかどうかわかんないんですけどね、もう、選びようがない、悩んでしまってね、選びようがないんでね、もうこんな感じになっていきますが、まぁ、ちょっとね、どんなタイトル画面になるかね、次週をね、ご期待くださいませ。はい、小寺さんありがとうございます。すごいなぁ、こんな古いの。僕は生まれる前の年か。次は、ケンちゃんさんの作品で、2枚ですね、作品投稿です。春近しっていうのが1枚目。2枚目がね、鳥取民家集落博物館、じゃあ、冬の日っていうことですね。どちらもキャノン EF、レンズが FD20mmF2.8、PL フィルター、コダックゴールド200を使用ということで、PL フィルターを使用しまして、2枚ともね、これで1枚目素晴らしいですね。これね、手前の被写体をね、その 20mm 広角で撮ってね、背景にね、かやぶき屋根のね、民家を入れる素晴らしいいい作品だと思いますね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目の方もなかなか良くて、これ光が印象的ですね。光から古民家のようなものを撮っておりますが、これ2枚ともなかなかいい作品になっておりますが、今回もね、ちょっと作品のレベルが高くて、タイトル画面はちょっと流してしまった感じになりますかね。すみません。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。これで終わりかな？これで終わりですね。もう本当にね、レベルが高くてね、もうね、タイトル画面とか決めるのにすごい困ってもしょうがないから、困るんですけどもね、レベルのね、高い低いに関わらず、作品投稿お待ちしております。自分なりにね、自分でもね、自分ではそんなに高い、いい写真じゃないなと思ってても、他の人が見たら違ったりするもんですよ。これどうかなっていう思う作品があったらぜひ投稿ください。投稿のルールはね、この動画、僕の YouTube のチャンネルの概要欄にね、投稿のルールを、書いておりますので、そちらをね、熟読していただき、投稿していただければと思います。フィルム写真、デジタル写真、スマホ写真、写真であれば何でも OK。ただし作品にはタイトルとかね、そのルールに沿って、投稿してください。はい、それでは作品投稿のコーナーここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ガメラさんね、俺のカメラにたくさん投稿ありがとうございます。コーナーの維持にね、協力していただきまして、俺のカメラね、ちょっと投稿がね、減っておりますのでね、もうすぐに反映されますので、ぜひ自慢のカメラをね、ちょっと映える写真でね、投稿していただければと思います。で、今日のね、オダッキーさんこんにちは。俺のカメラに投稿します。誕生から半世紀、私と同じ年頃のペンタックス ES です。不動のジャンクを救出、プリズム移植やらいろいろ施し復活したので昭和感漂いに撮影しました。いかがでしょうかということですね。ペンタックス ES ね、僕ね、触ったことないです。エレクトロスポーツマジックというか、電子制御なのかな、詳しくないんですけどもね、基本的に持ってないカメラあんま詳しくないんですけども、まあ、マウントはね、M42 マウントでね、タクマとかね、スーパータクマとか、その辺のレンズを使えるというね、カメラであると思いますけど、
まあ、この辺のカメラはね、さすがに年式的にトラブルが出ているものもありますけど、今回はね、無事復活させたということでね、すごいですね。なかなか、ガメラさんやりますね。投稿ありがとうございます。はい、今日は、やったやっちまったのコーナーはお休みになりますね。ガメラさんのこのカメラやったでも、まあ、よかったりもしないかな。まあ、どの道でその投稿がどちらか一つになっちゃうんですけど。まあ、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。でね、まあ、コロナウイルスのね、感染者ちょっと減ってるような、まあ、気もしますけども、まだ減ってるったってね、大いに多いことにはまあ間違いがないんでね、通勤とかでね、電車を使ってる方はね、本当にね、ご注意くださいね。その、接触感染、手とかね、についたウイルスが、顔とか触ることによってね、感染したりするらしいので、まあもうその辺はね、十分分かってるとは思うんですけども、まあできるだけね、ガードを固くして感染しないようにということで、今病院のね、その医療が逼迫してますんで、今感染するのは本当に非常にまずいんでね、まあちょっと減ってくるのを待ちましょう。で、まあ、撮影の方がね、その、あちこちに行けないということで、滞りがちですが、僕の写真を見ていれば分かりますように、似たようなとこでね、写真撮っても、まあ、案外絵になるもんですよ。まあ、ちょっと最近ちょっと適当すぎるんですけどね。ほんでね、自転車もね、そろそろ自転車の話。この間ね、その、1ヶ月ぐらい前に、安い自転車買ったよって話して、もうすぐ届くっていうことだったんですけど、結局届かなくって、あれ詐欺だったみたいで、で、まあ、詐欺といってもね、アマゾンなんで被害にはならないんですけど、お金は戻ってくるんでね。で、違う自転車を購入しまして、もうすぐっていうか、今日注文して明日作って、えらい早いな、みたいな感じなんですけど、自転車も入手したらね、ちょっとパーキングから飛び出してあちこちね、写真撮っていこうと。まあ、今までもね、パーキングから飛び出して写真は撮ってたんですけどもね、歩きと自転車では随分機動力が違うと思うんで、作例がちょっと変わっていくかもしれませんよ。自転車が早く到着してないかなって、明日ちょっと家によって到着してるから見てみよう。そんな感じで今日の動画はここまでになります。高評価、コメントの方本当に全然追いついてないんですけども、なんとかね、まあ、時間がないこともあってね、コメント返しが、今までね、そのコメント返しに使ってた時間がことごとく奪われて、コメント返しができなくなってるんですよね。まあ、全部ね、コメントを返すつもりでいますんで、何か感じたこととかありましたら、どしどしコメントお願いします。で、いいねボタンをね、いいねはもう本当にポチッと押すだけなんで、ぜひ今すぐいいねボタンを押していただければと思います。チャンネル登録の方はね、本当にここのところすごい絶好調で、途切れなく増えていってる感じでね、もうマイナスになる日が全然なくなったで、プラス10とかのいう日もありますから、どんどん増えていっておりますが、まだチャンネル登録やってない方、ぜひチャンネル登録お願いしますね。ゲリラライブも増えておりますんでね、通知オンでがおすすめになります。はい、今日の動画はここまで。それでは次の動画までまたお待ちくださいませ。次の動画は多分ね、ペンタックスの SPF に、SMC タクマ 55mmF1.8 で撮影した、動画になります。で、以前ね、ペンタックスKM で、撮影した写真との比較とかもありますので、こうご期待くださいませ。それでは次までまたお待ちください。ごきげんよう。さようなら。